12月の30日ですね。ロンホイ最後の日になります。いやー、ロンホイにね、してからもう5年ほど経つんですけども、まあ初めはね、20センチロンホイから始まってね、20センチロンホイで2年ですかね、2年ほど乗って、で30センチロンホイを丸ね、2年ぐらいかな、まあ4年近くね、ちょっとロンホイをこう楽しんできたわけなんですけども、とうとうね、ちょっとね、ロンホイの方をね、卒業しようと思っております。いや、応援、ロンホイ好きだよとか、あのお前のロンホイかっこいいとか言ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。ただね、あの新たなステージにちょっとね、僕も挑戦したいと思いまして、まあステージっていうほどでもないんですけども、まあこのね、ロンホイ車両の3型、僕のね愛車なんですけども、まあこれで滋賀行ったりとか福井行ったりとか、いろんなこのロンホイ車両でね、めちゃめちゃ思い出あるんですよ。やっぱ活動の幅を広げたい、あとね、やっぱせっかくね、走れるシグナス、まあこのままでもね、よう僕峠行ったりとか、あの山道行ったりとか、ツーリング行ったりとかしてたんですけども、正直ですよ、クソしんどい、マジで、マジでクソしんどいんですよ。振動も激しいし、でまあフレームもね、かなりガタがいってるっていうのもあって、まあ今回ね、まあ4年目、5年目ですかね、迎えようとしてるんですけども、ちょっと卒業しようと思っております。ただね、この車両をまだね、カスタムするんで、そこだけはね、もうやっぱりこの愛車、僕やっぱこの3型がね、やっぱ愛車やと思ってるんで、これをまあ普通の車高とかに戻して、まあわかんないですよ、わかんないですけど、まあ年末言うてももう明日なんですけど、明日にね、ちょっと普通の車高に戻したりとかして、かっこよく、まあこのままの状態でかっこよくなるのかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ想像ね、まあ大方は僕の中でこういう風な感じになるだろうなって想像できてるんで、それに向かってまた新たな挑戦ちょっとしていきたいと思っております。いや、本当にね、このロンホイ最後見たかったよとか、写真撮ってほしかったとかいう声たくさんね、いただいて本当にありがとうございます。まあおかげでね、今年第2回シグナスの集いさせていただいて、70台近く、まあ、70台以上ですね、ギャラリーの方とか含めたら100人以上の方集まっていただいて、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったです。本当にくっそ寒い中、まあ、今年一番の冷え込みの中にね、来ていただいて、本当にね、嬉しい限りですね、本当に。本当ね、本当ありがとうございました。またね、同じチームメイトの M4 の皆さんね、本当ね、シグナスの集いのために、カスタム、ね、大急ぎでやってくれた帝王、またね、総督の車両を塗っていただいたね、無理言ってね、塗っていただいた M デザインさん、またね、総督もね、早急にね、そのシグナスの集いあるから言って、豊くんのミーティングに間に合うようにっていうことで、 M デザイン社も総督もね、一生懸命ちょっとこうカスタムしていただいて、本当ね、もうめちゃめちゃ嬉しい限りですよね。もう考えるものがやっぱちょっとありますよね。まあ豊かチャンネルってね、やっぱ一個人でやってるチャンネルなんで、そういったね、一個人のためにまあ同じメンバーだからとかそういうのもあって、ミーティングね、もしかしたらもうダダこけるかもしれないじゃないですかね。ダダこけるかもしれんのに、いやもう豊かくんやったら集まるよとかね、言ってくださって、本当にね、
皆さん一生懸命ね、そのカスタム、やっぱりね、もう意味わからんぐらいね、やっぱり皆さん、お金使って、ね、お披露目しに来てくれたりとか、またね、遠くからね、来ていただいて、本当にね、シグナスの集いに参加された皆さんには、本当感謝しております。うん。もうやっぱ僕にできることって言ったら、やっぱり YouTube の撮影とか、ね、まあカスタムって言っても、やっぱりそんなにね、僕自身も詳しくはないんで、どうやったら速くなるんですかとか言ってもね、やっぱそんな毎日セッティング取ったりとかしてる人らに比べたらもうカスなんで、うん。それでもね、僕のチャンネルに乗りたいとか、ね、単品撮影、単独撮影に乗りたいとか、そういったね、声を多くいただいてね、どうやったらね、単独撮影乗れますかとか、まあ本当にね、僕はもうこだわりがある車両。こだわりがある車両がね、僕は好きなんで、ね、まあね、いろいろあるとは思うんですけど、ね、まあ僕なんかはね、本当にゆっくりとカスタムしていく方なんで、そんなね、一気にはね、やっぱりこうできなかったりとか、まあ、家庭の事情とかもあるんでね、その辺はね、その皆さんよりはやっぱりね、劣るかもしれないですけども、まあ、コツコツね、事故なく楽しくちょっとね、乗っていきたいなとは思っております。でね、僕がこの 4,5 年ロンホイ車両でもう毎日乗ってるわけですよ。僕もうほぼ毎日乗ってるんですよ。やっぱロンホイ停車庫に乗るコツとは何ぞやってことをちょっとね、まあ、一丁前にちょっと教えていこうかなと思ってます。まあ一つね、停車庫のいいところ、足つきがめちゃめちゃいい、もう足つきめっちゃいい、うん、でまあこけそうになることなんかほぼないっす、足つくんで、うん、やっぱなんていうんですか、停車庫でこうやって段差いっぱい拾うんで、そんなに飛ばさない、うん、まあ僕はね、まあ、あるそこそこね、3桁ぐらいは普通に走ってますけど、いいところはね、あとね、こういう風な停車庫のカスタムでロンホイするとめちゃめちゃ人に見られる、うん、どこ行っても見られるっすわ。コンビニ行ってもやっぱりね、そのおっちゃんとかがめっちゃ見てくれるんで、めっちゃね、こういいっすわね、うん、楽しいっすわ、うん、本当にもうめちゃめちゃね、やっぱなんていうんですか、こう走っとっても声かけられたりとか手振られたりとかしてくれますね。でやっぱこうナンバープレートがね、僕河内長野なんですけど、どこの峠行ってもやっぱりすごいな、河内長野から来たん言われますわ、うん、そんな遠ないんですけどね。でロンホイで走行中に注意しなければいけない点、やっぱりロンホイ車両ってむちゃむちゃ遅く見られるんで、急にね、こう右からねまくってくるね、ちょっとやばいおっちゃんとかお兄ちゃんとかおるんですよ。そういう時はね、本当にね、もう無理せず、もう先行かせましょう。マジで。もう、ガーン来られて、ね、まあ言うたら、こう追い抜かれた時に、やっぱブレーキね、すぐにね、踏めたりとかしないんで、もう、うわ、危なって思ったら、もう本当にちょっとね、冷静に保って、もう命とね、やっぱり体は手のね、バイクなんで、うん、やっぱバイク当てられたりとかするとね、本当にショックでしかないんで、だからまあ極力ちょっと冷静さを保とうっていうのが、ただね、やっぱこのこういうロンホイ車両乗ってると、まあシグナスだからスクーターから、まあ、分かんないですけど、まあめちゃめちゃ絡まれる、うん、ほんまにもう訳分からんぐらいで、大体ヘルメット脱いだら、うわ、おっさんやんみたいな感じで、見てくるんですよ。もうこれだけは言いたい。
ね、スクーターだからって言ってね、お兄ちゃんとか若い子が乗ってるとは限んないんで、ね、僕みたいなおっさん乗っとう可能性大なんで、で、僕みたいなおっさんね、立ち悪い、マジで。うん。僕は立ちいいよ、僕お兄さんやから。うん。でもおっさん立ち悪いから、変に絡みに行って、やられてるのをもう何回も見てるんで、うん、そらね、行儀が悪い運転を、スクーター乗ってる人がおったらね、言ったらええと思いますし、まあ、言われんのはしゃあないなと思いますわ。ね。自分が行儀悪かったら。ねえ。でも、普通に走っとって、いきなり幅寄せとかされたら誰でも怒るんでね。だってバイクってやっぱ生身なんで、幅寄せされたらもうなんていうんですか、ガードレールに当たるとか、ね、そういったもうこっち側が損害を負うことのが多いんで、それは怒ると思うんですよ。ね、だから、派手なスクーターやなとか、もう見た目だけで本当判断してほしないですね。中にはね、気違いみたいな人もいるんでね、本当に。まあ、左へ曲がるとき、こうまあ、バーッとすり抜けていくじゃないですか。絶対にトラックの死角に入らない。もうトラックの真後ろ、もう横とかに入ってたらね、トラックってね、まあ僕トラック乗ってるんですけど、こう、内輪差があるんですよ。内輪差下手なやつね、白線またいでくるんで、巻き込まれる恐れあるんで、もうマジでトラックの、横とか、後ろとか、前とか、もう前はね、もう極力嫌っすよね。後ろから何泊か半端ないんで、うん。もう、やっぱトラック乗っとっても、この横、なんていうんですか、サイドとかにやっぱりバイクおったら、もう僕行かせるようにしてますもん、危ないから。じゃないとね、本当に巻き込み事故に食らうんで、でもあんまりね、そのトラックとか分かってない方、結構ね、なんていうんですかね、あるんでね、マジで、ほんまにね、ほんま注意してもらわないとね、危ないっすよ、マジで。で極力もうなんか車との車間距離をめっちゃ保っとる方がいい、うん、なんかあった時にマジでベタベタについてる原付の兄ちゃんとかおるけど、あんなんほんまマジで無理やで、うんうん、車はねブレーキポンって踏んだら止まるかもしれんけど、バイク止まらんからねマジで、うん、ああ、僕の納骨車両ね、今日でこれ見納めかっていうことなんですけど、マジでね、マジで見納めやな、これ。僕今どこおるか分かってないけどね、これ。ねえ、すごい見納めですわ。本当にね、まあ、長いことね、こうマジで。応援してくださった皆さん、まだねこのロンゴイ車両好きやったっていう方、ね、これからもねちょっとね僕は自分なりに、まあ、僕自身がねかっこいいって言ってもらえるようなバイクではなく、僕自身が好きなバイク、まあ、このねロンゴイもそうですけど、もう自分自身が納得いくようなカスタム、まあ、ちょっとねワイフタカチャンネルのやつ、まあ、ブサイクやわ、かっこ悪いわって、まあ、言われてもいいっすわ、もうマジで。自分が納得するね、車両を、みんながかっこいいって言ってくれたらいいんで。それは人それぞれね、価値観っていうのはあるんで、それは何とも言えないですけども、僕自身がね、このシグナスで、やっぱりこう、皆さんとね、楽しく遊べたことと、こういう車両でもね、やっぱり皆さんね、付き合ってくれたとか、いろいろね、あるんで、すごいね、楽しくやっていきたいなと思っております。いやー、しかし寒いわ。
なんで俺も30日でこんな走ってん、めっちゃ寒いってマジで。